ヘロー YouTube、 どうも東京デゾの翔吾です。ということで、今回はですね、禁断の企画が再び、大喜利の前に精力剤をタケルに飲ましたら、タケルの大喜利の回答は下ネタが多くなるのか。禁断の実験です。ポロポの企画をやってる途中にですね、8番目に企画では全部混ぜると言っていたのですが、精力剤、ストロング AD を入れたいと思います。これをこっそりバレずに入れて、あいつは飲みます。で、この企画の後にすぐ大喜利を取ります。ギンギンタケルは、ギンギンだから、大喜利の回答も下ネタが多くなるんじゃないかというドッキリです。やっていきましょすごいです。ダメだ、ダメだ。あいつはこれを確実に飲みます。さあどうなるか、お楽しみに。じゃあそして8番ね。8番。もう色が違う。ちゃんと全部飲ちゃんと全部飲んでください。まず、まず。何かわかりますか、これ。全くわかんない。今ここにあるものすべてを混ぜたやつです。ああ、いや、そんな感じがする。だってもう痛いもん。痛い甘さだ。痛甘さ。痛甘さ。違い、顔がキモいです。おい、お客様に人間の出口を見せるな。さあ、始まりました、東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル。よろしくお願いします。ということで、本日はタケルの大喜利力を見てみよう。大喜利やってますが、はい、ちょっとそろそろね、もうタケルの大喜利をもう見ないと。じゃあ私もなんか初対ボケみたいな。いや、ガチです。あなたの方はガチです。ガチです。苦手です。ガチ大です。喜利苦手と言いつつ、実はできんじゃないかな。なるほど、隠れた才能を持ってんじゃないかと。ということで大喜利を見てみます。オッケー、やってやろうじゃないの。お題はこっちが用意しております。かかってこいや。天才オラウータンたけし君の驚くべき特技とは？驚くべき特技とは？さあ、楽しみですよ。どんな大喜利が待っているのか。はい。天才オラウータンたけし君の驚くべき特技とは？ YouTube 編集。ほう。ああ、でも悪くないよ。綺麗ですね。悪くないよ。全然悪くないよ。今ね、空気が良くないね。これは空気良くないからそう。だけど。笑う体勢作って。はい、了解です。他に答え、まあ、他に答えないですけど大丈夫ですか？じゃあ答えましょう。はい、天才オラウータンたけし君の驚くべき特技とは？盗塁。これですか？ じゃあ、笑う体勢作ってくださいね。普通に面白い、マジで。笑わないと。いや、じゃあ、見てみようだから、笑うとかじゃないから。盗塁ですね。おー、いいですね。わかりました。じゃあ、お題変えます。こんなアンパンマンは嫌だ、どんなの？シンプルだね。うん、シンプルに。爪噛むなや。いや、なんか虫が入ってきた、今。こんな状態だい。どんな状態だい。いいですよ、全然。時間を扱ってください。これが最後の収録なんで、日本対クロアチア戦に間に合えば、何十分でも考えていいです。体の内から出る大喜利、見せてください。YouTube 編集とか面白かったよ、マジで。やりたいことがね、あるんだけどね、ちょっとね、うまいことできないな。大喜利の話してる、今。やりたいことがあるんだけど、それがうまいことできないのよ。夢？やりたいことがあるんだけど、今の技術じゃちょっとできねえんだよな、もう一人ギター欲しいな、みたいな。そういう話じゃないよ。大喜利って、こうでいいんだから。アバターみたいな。はい。じゃあ、こんなアンパンマンは嫌だ、どんなの？作者の柳瀬隆の本名の漢字がちょっと怖い。ああ、はい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 。もう悪くないよね。悪くないの。はい。こんなアンパンマンは嫌だ、どんなの？ジャムおじさんが作ったんじゃなくて、なんか他の業者が作ったから、その、アンパンの上にゴマが振ってあって、なんか毛穴みたいになってほう。面白いな、ね、いいですよね。いや、悪くないよ。そうね、アンパンのね、たまにね、上にゴマがあるっていうね。悪くない。悪くないってなんだよ。
めちゃくちゃいい。じゃあ次のお題いきます。はい。サッカーで一度にレッドカードが5枚出た、何をした？普通レッドカードは1枚しか出ませんけども、もう審判がもう5枚出しちゃったんですよ。相当ね、相当なことをしたんでしょう。何をしたんでしょうか。はい。サッカーで一度にレッドカードが5枚出た、何をした？ピッチにデカウンコ。ちょっとこれしか出てこない。ピッチにデカウンコ。ちょっとごめんなさい、これしか出てこない。すいません。悪かないです。めちゃくちゃいいです。あと1投ぐらい出ませんか。ちょっとこれ伝わるの、はい、サッカーで一度にレッドカードが5枚出た、何をした？あの LINE の白線がなくなっちゃって、うん、そのなくなったところにネションベンブトン。ちょっとね、白が足りなくなったから、わネションベンブトンでカバーするっていうね、はいはい、でかくない？ネションベンブトン。いや、ネションベンブトンでカバーする。 LINE が LINE にしちゃ布団でかくないか。まあまあいいですね、素晴らしい。お題変えます。はい。絶対に売れないアイドルの名前とは。うわ、広すぎて。広すぎる方が多分だける得意ですよ。はい。絶対に売れないアイドルの名前とは。お風呂は月一ケジラニ。ケジラミンときましたか。なるほど。はい。おー、いいですね。あ、もしも、ちょっと広いのむずいな。いや、強いよ。もう一問ぐらい出ますか。いや、ちょっと広いのむずいな。変えますか、じゃあ。はい、変えてくれ。はい、じゃあ次。金田一京介が唯一知らない言葉とは。なるほどね。うん。ちなみに私が全部お題作ってますから。はい。金田一京介が唯一知らない言葉とは。尿道オナニーこれですね。やっぱその真面目な方なんで。なるほどね。真面目な方なんでこういう言葉は知らないんじゃないかなっていう。はあはあ、真面目な方ですか。はあ、いい答えが出ましたね。もう一個ぐらい出ますか。はい。金田一京介が唯一知らない言葉とは。チンチンクビクビチクビンビン。これも知らないでしょ。知らない。わわわ、これこれわこれこれみたいな。チンチンクビクビチクビンビン。これも知らない。これは知らないね。これは知らない。これ知らないね。ああ、いいじゃないですか。お。強い必須よ、あなた、マジで。いかがでしたか。ということで、はい。5問中、3個でした。3個でした。なるほどね。徐々に効いてきた。だから、時間差だ。本当に最初の方は全くだったもんな。ちょっとガチで考えてるのかなと思ったら、お題で言ったらサッカーのあたりで若干聞き始めて、幼少期の小さい時にするやつを言ってって、後半はもうギンギンだ。何かだ。武井さん、一回ちょっと立ってもらっていいですか。はい。ギンギンだ。どこがだよ。どこがだよ。ギンギンちゃんだ。どこがだよ。ふにゃちんちんちんふにゃちんちんだろ、お前。止まらないな。止まらないと。なんで止まらないって。いやいやいや、何が、何が。これはね、ドッキリ大成功です。はぁ、本当に徐々にだな。わかんない。1ミリもわかんない。ドッキリ内容は、うん、こっそり精力剤を飲んだタケルは大喜利で下ネタの回答を言うのか。はぁ、あなたはこの1日でこっそり精力剤を飲んでるんです。これを飲んでるんです。危険なものではございません。オロポだ。オロポの中のどれから。オロポに全部か。オロポの企画はオロポの企画でちゃんと流します。え、オロポの中に入ってんじゃない。全部じゃないです。よくリアクションを思い出してください。8番だ。8番だ。はい、くっせえやつだ。なるほど、そういうことか。はい、成分内容は甘みハブ、発酵黒ニンニク、
マカ、馬心臓。馬心臓トンカットアリ。トンカットアリクラチャイダラム、ナルコユリ。ナルコユリ。これは、あ、え、加藤隆プロデュースです。すごいなすごいってバイアグラじゃないんで、危険なもんではございません。はいはい。まあだから元気にするやつってことでしょ。はい、元気にするやつです。いや、別に、まあ、回答に出てきてたのか。はい。だからもし、出てきたらね。あの、サッカーのね、デカうんこから、あれって二人で、これ聞いて、ネションベン布団で、ケジラミ。どうなん？すっごいことやってんな。すごいことやってるでしょ。いやでもそうね、まあ、脳みそに来たのかな。体がそんなことないの別に。そうよ、だからさ、全部飲んでって調べてたのよ。いい宣伝になったもん。飲んでから30分後だね、うん、だから皆さん、あの、なんか一線交えるときは30分前です。はい、ということで、ドッキリ大成功5問中3答でした。あらした。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。